小川幸人君はい委員長立憲民主社民の小川幸人です野田国吉委員に引き続きまして質問をさせていただきます松本総務大臣におかれましてはご就任おめでとうございます私はこの六年間主に第一種が財金第二種が決算でございましたので 総務委員会では初めての質問となります、えー、勝手がわからない点も、この総務委員会であるかと思いますが、えー、随時、えー、先生にも、大臣にも質問をさせていただくことがあるかもしれません。えー、通告ない場合は、どうぞご容赦いただきますよう、お願い申し上げて、質問に入らせていただきます。まず、昨晩ですが、大変、えー、日本には嬉しいニュースが飛び込んでまいりました。 FIFA ワールドカップ日本はドイツというですね格上のチーム、それこそメキシコなどで、むしろドイツ人のコーチから学び、そしてさまざまなことを教えていただいた、まあ、恩返しをするという形で、日本代表がドイツ代表を破るという歴史的な勝利を挙げました。 森安監督吉田キャプテンはじめ選手の皆さんたちに敬意を表すとともに国民の皆様とともにその喜びを分かち合いたいと思っておりますで今日はその中継も担当されました NHK の参考人にもお越しをいただいておりますお忙しい中ありがとうございますまず直近ですが昨日のワールドカップの純粋な中継の時間帯試合の時間帯の 視聴率が今日の午前中出てるかと思います関東で結構です視聴率それからもし分かれば世帯視聴率個人視聴率並びにセットインユースそれから個人世帯視聴率なども合わせて教えていただけないでしょうか NHK 林専務理事お答えいたします 関東地区の視聴率につきましては、ビデオリサーチ者が発表しているものがございまして、世帯視聴率、個人視聴率申し上げます、番組平均世帯視聴率は29.2%、個人視聴率は18.1%でございました古賀君。広く国民に関心があったということを、また裏付ける数字が出ております。 放送に携われた皆様方にも敬意と感謝を申し上げたいと思っておりますそしてこの放送に関してのことについて一つまずお尋ねがございます NHK に伺いますこの FIFA のワールドカップの放送権料というのは今回のカタールに関しては総額どれぐらい NHK さんはお払いになったんでしょうか林政理 今の,あのご質問にお答えする前に、先ほど申し上げましたあの視聴率につきまして、間違った数字を申し上げましたので、ここで申し訳ありません、訂正させていただきます。あのもう少し上の数字でございましたので、関東地区の番組平均世帯視聴率は35.3%でございました。また番組平均個人視聴率は22.1%でございました。であの今のご質問ですけれども、NHK はスポーツ放送権料を含めて、 業務の見直しや経費削減を進めております現在の NHK 経営計画に関連しまして、公表しております資料の中でも、固定的経費への切り込みを進める方策の一つとして、スポーツ放送権料などの絞り込みを打ち出しております。今回のワールドカップサッカーの放送におきましても、限られた経営資源で放送サービスの価値をどのように最大化できるかを検討いたしました。ただし、契約の内容や金額等につきましては、 契約上、守秘義務がございますため、申し上げることができません小川君。えー、NHK の参考人にお尋ねします、もう釈迦に説法ですが、NHK の受信料をこれはあの使って、放送権料も発生しているかと思います、それが契約のお便宜上お、公開できないという理由は何ですか。林 繰りり返しししになりままて申し訳ございませんあの委員おっしゃるとおり、財源が受信料でございますけれども、この限られた軽資源で、放送サービスの価値をどのように最大化できるかを検討しているところでございますけれども、この契約につきましては、守秘義務がございますため、申し上げることができません。小義務は誰に対する守秘でするでか林専務理事 契約でございますので、契約の関係者、相手方も含めて関係者でございます駒君。もう一度申し上げますお金を出している、いわばスポンサーである国民一人一人のに対して、お金はいただくけれど、その使った内容がいくらかはお答えできないのは、誰に対してかというと、契約者の当事者だからに対してだと、それはどういう国民に不利益があるんでしょうか。 と同時に契約している相手はどことどことどどここですか林専務理事。私どもが契約している、この放送券につきましては、FIFA から日本国内の放送券を購入した代理店との契約となっております古賀君。代理店とはどこですか林専務理事。電通でございます。 君参考人はなぜあえて具体的な名前を伏せて、最初、お伝えしたんですか林専務理事。ご質問がございませんでしたので、特にお答えいたしまししたお答えいたしませんでしたが、えーあの、電通と契約をしております古賀君。はい委員長、えー、FIFA と電通に対して、どのような守秘義務をかわしたんでしょうか林専務理事。 契約に関することでございますので、えー、お答えはできません。小川君これから東京オリンピックは終わりましたが、カタールのワールドカップの後さらなる巨大なイベントがあスポーツを中心にまた行われる機会がございます。その際もまたこここううういいい事例が起こりうるということででよろしいですか林政務理事 NHK はスポーツ放送に関しましても公共メディアにふさわしい多様で良質な番組を視聴者の皆様にお届けすることに努めておりますスポーツイベントの大型化に加えまして資金力のあるネット配信業者などが権利の獲得に乗り出すことによりまして放送権料は世界的に高騰する傾向にございます NHK は視聴者の皆様の意向を十分に考慮しながら放送するイベントの視野選択を進めて 放送権料の削減に努めまして、同時により一層視聴者の皆様の要望に沿ったコンテンツの確保にも取り組んでまいります小賀君。その視聴者たる受信料お支払いの国民の皆様方が納得するためにも、その放送権料というのはあ公共放送という立場上あ、明らかにすべきであると、私は考えておりますが、今後、その辺についてはどうお考えですか林専務理事。 契約が伴うものでございますので、公表できない部分もあることはご理解ください君 NHK さんは、このつい地元で行われた東京オリンピックでのこの一連のスキャンダルの事実を考えれば、そういう答弁で本当にいいのかとお思いですか林専務理事契約に関わることでございますので、お答えできることが限られることをご理解ください。 賀君今後の契約です林専務理事え今後につきましても同様でございます賀君総務大臣に伺います総務大臣は昨日の所信表明で視聴者のテレビ離れやインターネットによる動画視聴の普及など放送取り巻く環境の変化に踏まえデジタル時代における放送制度についてさらなる検討を進めますと述べられておりますテネリバラネ この中に、こういう視聴者の皆さんたちが、毎月払っている受信料の使い道を全く明らかにしない、しかも地元で行われた東京オリンピックに関しても、全く同じご答弁で、今後もその見込みである、果たしてそれは視聴者や国民が納得することだと思いますか松本総務大臣。 NHK 日本放送協会さんにおかれては、もちろん受信料をいただいて放送するという意味で、最も適切な放送ができるように、おそらく外部とのさまざまな契約においても、一番視聴者の皆様にためになるべく、契約をされているものというふうに期待をしているところでございます。またあの経営の内容にについては適切に、えー 公開をしていただいて、また説明をいただいているものというふうに理解をしておりますので、引き続きあの視聴者受信料を支払いいただいている方にもご理解いただけるように、そして同時に視聴者の皆さんに、昨日もしかし、放送券を買っていただいたことによって、我々も見ることができたわけでありますので、しっかりといい形を届けてもらうようにお願いをしたいというふうに思っております小川君。もう一度 NHK の参考人に伺います。 一連の東京オリンピックのさまざまなスキャンダルを受けて、今後もこの放送権料に関する契約に関しては、公開をしない方針なんですね林専務理事。個別の契約につきましては、公表する考えはございません。小川君受信料を聴取されてておいて それの使い道を、しかも巨額の放送権料と言われている中身を一切公開しないのは、えー、それは公共放送としてふさわしくないという思いがいたしますが、いかがですか止めてください。速 林寿命理事失礼いたしましたあの全体の予算としてああの、えー、まあ、毎年ご審議いただいている中では御説明を申し上げておりますけれども個別の契約については、えー、公表することはありません小川君これからさらに莫大な経費がかかる今までの現状右肩上がりです二桁も2桁も放送権利は上がっていますその中で 放送をしていくおつもりがあるんですか、それとも場合によっては、放送を断念するケースもあるんですか。林務理事先ほども申し上げましたとおり、NHK は視聴者の皆様の意向を十分に考慮しながら、放送するイベントの取捨選択を進めまして、放送権料の削減に努めてまいります。 では、その放送権料に関しては平行線のようですので、次の質問に入らせていただきます。NHK は今後、テレビとラジオ、それぞれ3波あるものを2波にすると、整理・統合という使い方をされていらっしゃいます。これについてどのような視点で えー、このような経緯に至ったのか、教えていただけないでしょうか伊藤専務理事、はい、NHK においてはです、ねあの、衛生波の整理、削減、まあ、統合ということにつきまして、2021年の1月に公表した経営計画で方針をお示しした後今年10月に公表させていただいた修正経営計画の案におきまして、具体的な時期などについてお示ししたところでございます。 でこの修正案は現在、経営委員会におかれまして、審議をしていただいているというところでございます。で、経営委員会は先日、意見募集も行っておりますので、その結果も踏まえて、議決の判断をされるものと承知しております。これまで執行部として修正案の検討に進めるにあたりましては、視聴者の衛星放送へのニーズや、視聴番組等を尋ねる調査を2回にわたって実施してございます。 視聴者からは、衛星放送ならではの見応えのある長時間の番組や、世界のニュースやドキュメンタリーなど、地上波では味わえない番組は、しっかりと残してほしいという声が寄せられてございます。この結果を踏まえまして、新しい 2K の衛星放送におきましては、これまでの BS1 と BS プレミアム、また BS4K の一部の番組の魅力を凝縮したチャンネルといたしまして、 視聴者の皆様にコンテンテツをを届けてていく方向で検討を進めてまいりま,すまた、あの、音声波につきましては、2025年度に現在の3波を AM、FM の2波に整理、削減する方向で検討しておりますが、これにつきましても、利用実態調査などを実施いたしまして、視聴者の皆様の利便性を損なわないことに留意しながら、丁寧に進めてまいりたいというふうに考えてございます。いずれにせよ、視聴者の皆様の声をしっかりと受け止めながら、 今後の具体的な編成などについて検討を進めてまいりたいというふうに考えております小川君総務大臣にお聞きします、2018年前回の NHK さん、最新のです、ね、免許の再交付において、これは NHK の経営委員会の資料にあるんですがあの、皆さんにお配りしている資料の中にもございます。 で再免許時の主な要請項目ということで、5項目提示してありますが、えー、その中で一番最初が真実公平な報道、豊かな放送文化への創造に寄与、云々ありまして、えー、最後が 4K、8K と高度なコンテンツ制作技術導入などによる放送サービスの拡充とあるんですね、拡充です。でこれは、えー、今 えー、NHK の参考人が言った、整理統合するという話と、は矛盾しませんか総務大臣、お願いします。松本大臣。はい NHK が現在、検討中の中期経営計画変更案において、えー、2023年度末の BS 放送について、2025年度中に、ムラジオについての、 チャンネル削減の方針が示されていると承知をしております。NHK は中期経営計画変更案について10月から11月にかけてパブリックコメントを実施していると承知をしております。あの視聴者に丁寧に説明、集中に努めていただき理解を得ることに努めていただきながら進めていただきたいと思っております。 あの今、指摘の再免許交付にということでありますがあの、全体としての放送サービスの拡充というものを求めていること、これに合わせて経営計画の変更もお勧めをいただいているものというふうに理解をしております古賀君。その辺が矛盾をしていないかというお問いなんですが、そこへんを言っていただけないですか、つまりその、えー、健全な経営計画を進めていきながらも、 拡充を進めていくことを要望されているんだと理解しております、この文書そのまま読みますとで、そうではないという大臣のお考えなんですね、つまり今の NHK さんの方ご答弁があったように、整理統合するということは、えー、認めても良いというようなふうにも伺えるんですが、それは NHK の判断としてということで、いかがでしょうか。松本大臣 あのチャンネルを廃止をする場合というのは、えー、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならないというふうに理解をいたしております、また、チャンネルの削減の内容を含む NHK 予算が示された場合には、総務大臣として必要な意見を付して、国会において、えー、ご審議をいただくことになるというふうに考えております古賀君。 ではこの,、えー、この質項目に関する質問は結びにしますが、ちなみに NHK さんはよくあの、整理統合という言葉をよくホームページ上でも使われていらっしゃいますけれども、総務省さんに伺うと、これは、えー、法令的にはこれ、廃局だと、局を廃止するんだと,ということです。この認識は参考人は事実としてお認めになりますか。伊藤政務理事 あのご指摘のとおりでございまして、一波削減ということで、廃局ということになると思います。ただ、その場合に BS1 と BS プレミアム、そして 4K の,あの視聴者の皆様からご指示をいただいている番組を、まあ、凝縮する形で、あの新しい BS2K という形に、まあ、残したいというふうに思ってございまして、それにあたっては視聴者の皆様のお声をよく聞きながら進めてまいりたいというふうに考えてございます小野君10月に総が発表されていて、 まあもはや決定段階と、決定していることを発表されているという理解ですけれども、これまでそういう経営方針が、いわゆる廃局する、3局を2局にテレビ、ラジオするというのは、どれほど広報されていらっしゃいますか、具体的なエビデンスがありましたら、お示しください伊藤専務理事。 はい、あの現在の経営計画の修正案につきましては、先月発表させていただいた際に、ニュースセブンやニュースウォッチ9などで詳しく放送させていただいたほか、NHK のニュースサイトなどにも記事を掲載してございます。さらにあの地上波衛生波ラジオの各チャンネルで、経営広報番組等を5回放送させていただきまして、この中で修正経営計画案の柱の一つとして、衛生波の整理削減についてもお伝えしているところでございます。 また外部メディア向けに経営計画の修正案を発表した当日には、会消による記者会見を開かせていただいたほか、新聞各社の論説委員向けやネットメディア向けの説明会をこれまでに3回行ってございます。今後、経営委員会により、今回の経営計画の修正案が議決をされまして、正式に今後決定されたということになりましたら、 放送やデジタルなどさまざまな媒体を通じて、衛生派の政策について、さらなる周知を図ってまいりたいというふうに考えてございま古賀君、はいえー。肌感覚で大変申し訳ありません、エビデンスと申し、あのお尋ねしておきながら、ただ私、地元に帰りまして、その話をすると、誰一人として知らないんですよ。広報が足りないんじゃないでしょうか。もっとせっかく広報の媒体でもある、 その NHK さんの電波をもっと活用されて、えー、NHK さんの言葉で言う「整理統合」総務省さんの言う言葉で言う「廃局しかもその今まで作り上げてきたチャンネルはこれもまた受信料なんですよ。その意識がね終わりになるのかなっていうのを今まで聞いてと思うんですね。でそういういこととをちゃんと 皆様方にあまねく示,しらす,示すっていうのも、NHK さんの大事なお仕事だと思っておりますえ。放送法のまさに第1項、一番最初に出てくるものが、放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障することと書いてあります。つまり、広げることを前提に書いてあるんです、この放送法っていうのは。縮小したり、廃局したりすることを前提に、放送法の第1条、1条、1項目は書いてないんですよ。 それを重く受け止めてらっしゃるんですか、どうぞ。伊藤政務理事、はい、あの委員ご指摘のとおり、あのまだあのこの今回の私どもの取り組みについて、ご存じない方が相当数いらっしゃるのではないかということあの私どももです、ねまあ、懸念しているところもございます。で先ほどお話したとおり、今後あの、経営委員会におきまして、正式に議決をされましたら、 しっかりと周知をしていく必要があると思っておりますし、それはあの一人一人の視聴者の皆様に届くようにも丁寧に進めてまいりたいというふうにも思ってございます<君>あのできれば、今まで集めた受信料で廃局をするわけですから、決める前にちょっともう少しリサーチをされたりすることが筋じゃないかと思います。その辺の辺調査 というのはされたんですか3波から2波にしますよということに関して、えー、皆さん方の視聴者のご意見は伺ったんですか伊藤専務理事。あの今回、その経営計画の修正案を作成するにあたりましては、えー、去年の7月と今年の1月の2回に当たりまして、えー一、延べ1万人余りの方々対象に、まあ、調査をさせていただいて、 そのご意向も伺いながら進めてきたところでございます。また、先ほどもご説明させていただきましたけれども、経営委員会におかれましては、現在、パブリックコメントを,まあを終えて、整理している段階というふうに聞いております。あのそこも含めてです、ね、経営委員会の方で最終的に議決のご判断をされるものというふうに思っております<君>、はい、ぜひ、あの後から、えー、そんなことになってたんだと、あるいは回数が少なかったんじゃないかと。 いうような批判を受けないようなことが経営委員会の正式決定がまだでしたらそれも含めてもう一度きっちりとした調査をされそしてご意見を集約することが NHK の公共放送たる使命の一つではないかと考えておりますこれは要望としてお伝えをしておきますぜひ実現されてくださいうなずいていただいたんでそこはやっていただけると信じておりますさて 時間がありませこの資料はですね、えー、令和4年度、今月の11月3日、えー、J アラートにおける内容でございます。えー、実際、この11月3日の J アラートのミサイルの、弾道ミサイルの発射に関しては、日本の上空を飛んでいたというような速報が流れましたが、その後、修正という形で、 防衛大臣がおよそ1時間後に記者会見をしたものでございます、まあ、幸いなことに日本の本土、まあ、つまりその海はちょっとまあ置いておいて海にもまあたくさん従事者はいらっしゃいますけれども少なくとも被害は地上では確認はされずになっておりますただこの速報システムは、えー、伺うところによると 先日、野田委員が指摘をしたところ、80兆円をかけたシステムであり、年間3億80億円をかけたシステムであり、ランニングコストも3億円ぐらいかかっていると、これ、判断をしているチェックはどのようにされているのか、つまり出てきたものをそのままもう即時出すシステムなのか、それとももうそこをどのように え判断する、つまり本物かどうかっていうのは確認せず、J アラートが来たものはそのまま出しちゃうのかどうか、お尋ねします、いかがでしょうか林政務理事国民生活に重大な影響を及ぼす非常事態が起きたときに、一人一人の命と暮らしを守るため、テレビ、ラジオ、インターネットで安全かつ安心につながる情報を的確に発信するのは、NHK の使命だと考えております。 このため、J アラートにつきましても、政府からミサイル発射に関する情報が発表された場合、NHK ではその内容を速やかに報道することにしております。J アラートによる情報が配信されない場合でも、ミサイルの発射が確認された場合には、情報の内容を判断した上で、特設ニュースなどで適宜情報をお伝えすることにしておりま古賀君。 間違ってたらご指摘いただきたいんですが、基本的には J アラートはそのまま発信を、あの私の質問に答えていただいてないので、そのまま配信をされている、そしてその訂正も防衛大臣によって訂正がなされた、そういう事実でよろしいですね林専務理事え J アラートを受信いたしましたら、それをそのまま、えー、発信するのは、ああ,のあ、あ J アラート、そのまま発信をしております、また、先だって11月3日の J アラートにつきましても、防衛省が実際には通過していないということが判明しましたという発表したことを併せてお伝えをしており駒君。時間ありません、もう締めます。えー、つまり、その発射のいわゆる誤報が出て、えー、上空通過の誤報が出て、1時間ぐらい経ってから防衛大臣の記者会見と、この間のタイムラグが起きているわけです。 もし万が一のことがあったら、地上にもし落ちていったら、逆の場合もありますで。これはやはり重大な問題になりかねません。ですので、しっかりとその辺の要望を NHK さんからも、その防衛省さんなりに、担当閣議に上げていただきたい。でなければ国民が右往左往します。そしてそれを一方的に信じている国民が、 多大な影響を及ぼします今のままだと、J アラートはそのまんま NHK さん、ノータッチで出しっぱなし、訂正報道が来るまで待つ、あるいはないから、じゃあその正しかったんだ。私、あの言葉悪いですけど、デジタル大本営発表にならないかって心配でしょうがない部分があるんですね。誰のせいでもない。機械のミスリードによって、 私たち日本の危機が勝手に作られてしまう、そういうことがないようにぜひお願いをいたしまして、私の質問をりますご清聴ありがとうございました よし,し。よ